よろしくお願いします。大きく2点をお伺いいたします。一部報道、通常は領収書が発行されないものというのが、まあ、支払い証明書に、当選された平成11年度12年度に関しても同様の行為を行っていじゃあ俺が立候補してこの世の中をこの世の中をこの世の中を変えたい、その一心で一生懸命訴えて、西宮の縁もゆかりもない西宮市民の皆様に選出されてやっと議員になったんですが。